ようこそベルベットルームへ。今宵はいつぞやの話の続きをと思ってな、呼び出させてもらった。どうだ、この場所には慣れてきたかね。ほう、それは結構。さすがに肝が据わっていると見える。お前の構成は、ひいては滅びの運命を退けるため、そのようなこと一人の力ではならぬ。だが今日お前は同じ力に目覚めた隣人と協力の約束をしたな。他者と関わろうとすることは構成にとって重要な足がかり。大いに結構だ。だが、慣れ合って共になれと進めているのではない。生々かな友情などではない。磨きや心情によってお前に力を貸さんとする者たちの王は、言うなれば居場所を奪われた者どもとの絆だな。その広がりが、ひいてはお前自身をも育むことになろう。ペルソナは心の力。あなたを取り囲む絆が強くなれば、それだけペルソナも力を得るでしょう。町には非力な貴様にはない才覚を持った者が数多くいる。せいぜい知恵を絞って味方につけるがいい。我々がそれを力に変えてやる。そう、この私ですらも利用する心構えでなければお前の対岸は果たされない。契約成立だな。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、愚者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。まあ時が経てば、おのずと飲み込めよう。引き続き構成に励むがいい。さあ話は終わりだ。とっとと下がれ囚人。
いはい、静かに。さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。ここです。あ、ナイスです。そう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 、オッケーです。浮いてんな、相変わらず。うん、つまんねえなあ。Thank you.
いや、別に。なわけねえじゃん。といい？すぐ済むから。てかあんた何なの？こないだの遅刻も嘘だし、妙な噂あるし。そいつに何の用だ？そっちこそ何？クラス違うじゃん。たまたま知り合ったんだよ。鴨志田先生に何するつもり？はあ？そっか、そういうことな。鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？野郎が裏で何してるか知ったらお前絶対別れたくなるから。裏？それ何？言ったって分かんねえよ。てかあんたらもう噂になってるから。何しようとしたってみんな協力してくれないし。一応忠告それだけ。相変わらず気の強え女。中学の頃からあんなだけどな。てかその話じゃねえよ。俺の方全然ダメだったわ。お前の方は？なんか誰かの名前とか出てねえか？え？特別な指導ね。確かにあいついつもあざだらけだしな。なら帰っちまう前に話聞こうぜ。
話あんだけど。坂本？お前まで？話するだけだよ。鴨志田から指導されてんだって？体罰じゃなくてか？違いますよ！なんで敬語だよ。まあ、今日もぶつけられてたよな、顔面に。あれは俺が下手なだけで。にしたってあざ多すぎんだろう。練習なんだよ。口止めされてんのか？何をしているんだ三島、部活の時間だろ。今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習来るのか来ないのか。行きます。何か問題を起こせばお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。くそ。お前もだ。おとなしくしてろと校長先生がおっしゃっていたんじゃないのか。練習の邪魔はしないでもらいたいんだ。良くない噂が広まってて生徒も不安がってるしな。そりゃてめえのせいだろ。うん、話にならないな。行くぞ三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。ぼさっとしてんな。はい。くっそ。今に見てろよ。無駄だから。あ？体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってて黙認してるんだ。嘘だろ。迷惑だ。こっちの気も知らないで。君にだってわかるだろ。諦めねえよ。他の奴らをもう一度説得してみる。それしか手がねえし。